takia. Thank you.
定期考査に続いて今回のテストは7組のもう一つの区切りになるだろう。ユーナ、クルト、アルテナ、ミューゼにアッシュ、そしてティータも。今まで培った全力を出してこい。はい、よろしくお願いします。今回のルートは高低差を利用したギミックが多い。更新されていくマップをよく見て進んでくれ。了解しました。僕らも負けていられないな。こちらが先生ですね。ほらやっと来やがれ。僕の番だ。私の番ですね。今のはドン。行くぞ。任せろや。はい。それ。
くわよ。よし、お宝じゃねえか。Yeah!
もう終わりかよ。勝機。けど、一つには技術者として成長したかったからですね。もう一つは大切な人たちの代わりに帝国っていう国を見てみたかったから。そしてもう一つ、ある友達との約束があるんです。その子はすごくて、何でもできて、大切な家族を亡くしちゃったけど、新しい家族と前を向いて歩いてるんです。実はその子も帝国に、特にクロスベルに行きたかったんですけど、事情があって無理で、それでもめげずにリベールの学園に通ったり、ギルドを手伝ったり、王国での動力ネットの導入試験なんかにも積極的に協力して、私すごいなって思うだけで全然ついていけてませんでした。でもある時気づいたんです。その子はその子らしく自分ができることを精一杯やっているだけなんだって。亡くした家族、新しい家族にふさわしいようすぐ頑張り続けているだけなんだって。ちょうどその時ジョルジュさんやオリビエさんからの連絡で知ったんです。帝国で
あのシュミット博士が顧問を務めるいろんな技術に触れられる学校ができるって。そして帝国のギルドが大変なので、アガットさんともう一人の遊撃士の人が出張することが決まった時、私も大切な人たちに相談したんです。自分の可能性を広げるため、帝国の学院トールズ士官学院第二分校に行きたいって。いきなりの話で家族を含めたほとんどの人に反対されたんですけど、その子だけが賛成してくれて、他の人たちの説得に回ってくれて、でも代わりに言われたんです。ティータ、一つ約束をしましょうって。無事でいること、無理をしないこととかはみんなが言うだろうから言わないわ。今度再会した時はお互い一つだけ頑張った成果を見せ合いましょう。私の一番の親友です。いいが、受け身は取れよ。もう、分かってますって。強敵か、面白え。
したものか。ガラクタなんざ、とっとと片付けんぞ。聞いていたが、納得だ。
へえ。各種ステータスアップです。勝機。勝機。最後の仕掛けだ。みんな終点へ向かってくれ。お宝発見です悪くねえな。成長しちゃいました。小休止できそうですね。
だ。気をつけろ。壊せ、スレッジハンマー。いただき！あたしの番ね。はあ、くらえ！崩れた！遅い！いいぜ！もらっとくれ！行きます！崩れました。一斉に行きますよ。どうや、負けた。僕の番だ。崩れた。いただき、任せろや。チャンスだ。続きます。私の番ですね。チャンスです。もらった。僕の番だな。そこだ。いただき、今のはドンピシャね。
7組の皆さん、本当にありがとうございました。おかげでいいデータがたくさん取れました。いや、僕たちの方こそ得難い経験になったよ。改良が済んだらいずれちょいと乗らせろや。アッシュさんはサイズオーバーなのでは。あ、でもいずれ皆さんにもテストしてほしいですね。私だけの運用データだと今後の汎用性が偏りますし。ならその時は遠慮なく言ってくださいね。頑張って仕上げてね、ティータン。はい。10年前の爆発事故の後、あやつが残したノートに記されていた。それが私に提出するつもりだった卒業作品であるのは明らかだった。故に4年前、開演の依頼を受けた時、それを具体化する設計作業を引き受けたのだ。愚か者の弟子の遺作、せめて日の目を見せてやるためにもな。
10年前の爆発事故の、それが私に、故に愚か者の弟子。久しいな、リー。ハーシェル君も。初めての者もいるから、改めて名乗らせてもらおう。帝国南東、ベグラムの領主、ビクター・アルゼイドと申す者、カレイジャス号の艦長も務めている。お見知りおき願おうか。
弟子入りして14年、ようやく資格を得たと自負します。今日こそ帝国最高の剣に挑み越えさせていただく日、手合わせ願いたい。光の剣将ビクター・ S ・アルゼイド殿。受けて立とう、黄金の羅刹オーレリア・ルグイ。そなたがオーデンに至って10年、マテウス殿やゼクス殿の教えも受け、独自のアルゼイド流へと昇華したか。しこそアルゼイド流を極めし先の司教、敵機対副長を務めたカイスを超えたのは確かなようですね。我が弟子よ、よくぞその高みに至った。ええ、今の私はあなたよりも強い。あなたが本調子であればまた違ったやもしれませぬが。いや、結果は同じであっただろう。かの聖女と剣を交えた。それがそなたの剣をついに完成させた。だが虚しさにも気づいたようだな。ええ、何のために剣を振るうか、以前よりおっしゃられたことがようやく胸に落ちた境地です。ならばここからが新たな修行でありましょう。そうだな。良き勝負を見せていただきました。この余韻、我が拙き剣で乱すのも忍びありませんが。何、またとない機会であろう。さすがは我が師、確かにその方がより大きなものを渡せましょう。市電にシュバルツァ、ラウラ城に西風の妖精よ。アルゼイド流が二剣士、剣将羅刹が相手をしよう。まさか、
無理無理、ありえないから。本気みたいですね。ふん、あなたも含めこの先に生きると信じる。ラウラもフィーも、そしてリーン、そなたもな。尺閣下、そこまで言われると。確かにこの上なく貴重な機会、どうかよろしくお願いする。ふふ、行きやよし。そなたらが武の司教に至れるか否か、いざ示してみるがよい。あ、手加減はせぬぞ。これも良き機会であろう。速攻で決める。デファーウィング、私の番で。行こっか。行くよ。はい。油断したか。見事だ。よし、これで大丈夫だ。よし、掴んだ。